天皇陛下が長女の愛子さまと皇居で雅楽の演奏会を鑑賞されました。天皇陛下と愛子さまは春季雅楽演奏会を鑑賞されるため今日午後皇居東御苑にある楽部庁舎を訪問されました。お二人は説明者に質問しながら熱心にご覧になっていました。雅楽について愛子さまは大変関心を持っていて去年11月にも秋篠宮ご夫妻の次女佳子さまと一緒に鑑賞され仲が良く微笑ましいと話題になりました。皇后雅子さまは天皇ご一家の側近によると今後の予定などを踏まえ体調に配慮して同席されませんでした。